ナマステチョモカです。今日はですね、こちらのメスティンのご紹介をしていきたいと思います。メスティンって結構今だと思ってる方いっぱいいると思うんですけど、こっちが普通のメスティンですね。メスティンってなんでみんな持ってるのかなと思うんですけど、このサイズ感がちょうどよくて1号とか、まあ、0.5 号とか炊くのにちょうどいいんですよね。で、このメモリーのところまでお水を入れるとちょうどだったりとか、あと固形燃料を使って自動炊飯ができるから、まあ、みんな持ってるのかなって思うんですけど、メスティンのいいところはいっぱいあるけど、ちょっとみんなが気になることってあると思うんですよ。それが普通に炊飯をするだけとか鍋の料理だったらいいんですけど、ここでさ、普通に肉とかを焼くとすごい焦げつきませんか？もう目玉焼きなんか焼いたらこう剥がすのが大変で、形が崩れちゃったりするんですよね。そうだから、なんかそれがもったいないなって今まで思ってたんですけど、どうやらね、焦げつきにくいメスティンっていうのができたそうなので、今日はねそれをね紹介したいということで、こちらです。はい、ここにロゴが入ってます。野営ガレージさんです。北海道にいる方々が作ってます。こちらのメスティンですね、こんな感じ。大きさはね、だいたい一緒です。ちょっと大きいかな、ちょっと大きく見えるんだけど一緒なんですよね。こっちの方がちょっと背が高い気がする。うん、こういう感じで、メスティン普通にアルミでできてるんですけど、これはそれに加工がしてあって、スリップメスティンっていう名前らしいです。うん、でこれのいいところは焦げ付きにくいっていう点ですね。でこの蓋には加工はしてないそうなんですけど、こちらちょっと違うんですよ。ほら、色が違うでしょ。これは加工がしてあるからなんですね。これが焦げつきにくくて、この加工はね、特殊スリップ加工っていうそうです。容量 800cc です。はい、それでは今からね、これでお米を炊いていきたいと思います。普通のこちらのメスティンも普通に炊いたら、まあ、焦げはできない、お焦げはできないので、まあ、美味しく両方とも炊けると思うんですけど、この加工がしてあるので多分洗い物が少し楽になるのかなって、お米がこびりつかないで結構取りやすいのかなって期待してるんですよね。なんでウェットティッシュとかでね、さらっとやって次の料理に移れるんじゃないのかなと期待しております。で、それが終わった後は目玉焼きを焼いてみたいと思います。こっちで焼くとね、結構ボロボロになっちゃうんですけど、こっちだったら、まあ、その加工がしてあるので上手に焼いて綺麗に取り出すことができるんじゃないかと。で、それが終わったらお肉を焼いていきたいと思います。それじゃあやってみよう。じゃあいつも通り炊飯していきたいと思います。今回このこれでやるのは初めて。まずはお米1合ですね。180に量ってあるもの、本当はね無洗米がいいんですけど家になかったので、はい、はい、洗いました。だいたい200、うん、200で測れてますね。入れます。そうすると、まあ、ここちょっと平らじゃないんですけどね、この3個のポッチのこれで平らかな、下の方ですね、こことここの間、下のポッチと上のポッチの間くらいになりました。30分くらい置いておきます。じゃあ準備だけしとこう。固形燃料をセット。このダイソーのやつ、下にアルミ引いてあるやつは便利ですよね。はい、じゃあこのまま置いておきます。
はい、セットしました。どうですかね。上手に、まあお米は普通に炊けますね。目玉焼きがちょっと本当かなって感じで楽しみですね。はい、30分経ったんでね、火をつけたいと思います。重し軽いか。これで30分くらい、まあ25分か。はい、これで待ちたいと思います。はい、こちらがね、23分くらい経ってお米が炊けたので15分くらい蒸らそうかなと思います。はい、15分蒸らしました。さあどんな感じでしょうか。オープンザウィンドウ。お、綺麗に炊けてますね。全然問題ありません。美味しそうです。とってもこのように、まあ、焦げつくこともなくね、これは普通のメスティンもそうなんですけど、美味しそうに炊けました。つやつや魚沼産コシヒカリいただきます。美味しいです。じゃあこれをね、移動してどういう感じに綺麗に拭けるのかちょっと検証します。これはね、後で食べる。明日の朝も余ったら食べればいいし。一粒一粒がしっかり取れる。ほら、こんなに綺麗に取れちゃいました。だからウェットティッシュでサササーっと拭けば、ほら、もうこんなツルツルで、仕上げにね、ちょっとティッシュで拭いて、うん、これだけでもう次の料理に行けますね。うん、普通のアルミの方だったらそうはいかないと思うんだよね。やっぱこの加工してあると、ほら、もうサラサラでしょ。じゃあこのまま目玉焼きやりたいと思います。目玉焼きを焼いて綺麗に取れるのかやってみたいと思います。はい、それでは油を適当に引きます。あ、取れてなかったね、入れるの。メスティン、普通のメスティンで今やってます。お、いいんじゃないですか。これで、これで良さそう。水入れなくても大丈夫そう。ちょっと置いとこう。取れる取れないの前に、この時点でこっちの方が美味しそうですよね。こっちは滑らないので、まあ油は両方とも同じくらい引いたんですけど、こっちはね、ツルツルしているので広がって綺麗に焼けるんですけど、こっちはね、なんだろう、うまいこと焼けませんでした。ちょっと移動してみましょう。じゃあまずこちらから、加工されている方からやってみますね。Thank you.
ょ。はい、このようにきれいに取れました。それではこっち、いろんなところにくっついて上手にやるのが難しいです。くっついちゃってますね。黄身が崩れてしまいそうで怖いです。こんなに違うとは思わなかったな。すごいな。よし、そろそろいいかな。グググググググ、よし。あー、はい、違いは歴然でございます。このように綺麗に焼くことができました。じゃあこれを焼いた後にまたウェットティッシュで取ってみましょう。はい、もう綺麗になりました。こっちはちょっと綺麗にしてから。それではこの普通のね、アルミのメスティンをウェットティッシュで拭くと、こういうところがねこびりついて取りにくいんですよね。料理の出来栄えもこの洗い物の楽さもこんなに違うなんてびっくりでした。はい、目玉焼きがね、ちょっとこれは崩れすぎてしまったんですけど、移動する時にね、こんなに見栄えが違うんだなと思いました。じゃあ最後にね、お肉を焼いて終わりにしたいかなと思います。じゃあまず普通のこっちの普通のメスティンでお肉を焼いてみます。まあさすがにね、お肉は同じくらいの焼き具合かなとは思ってます。メスティンで一回お肉焼いてから、もうお肉はメスティンで焼くもんじゃないと思ってるからね、同じように焼けるのだろうか。じゃあ画面を切り替えます。ほら、さっきのさ、目玉焼きの跡が残ってますね。じゃあ焼いていくよ。ちょっと弱めにしとこう。普通に美味しそうに焼けました。じゃあここにネギをたっぷりと、あ、レモンも買えばよかった。まあそんなことを言ってもしょうがないので、はい、できた。いただきます。焼いたらこういう感じになりました。うん、美味しい。じゃあちょっと試しにね、これを拭いてみたいと思います。これを拭くと、こんな感じで取れないんですね。じゃあもう一個のやってみます。でもパンを焼きます。
ろ油いらないんじゃないかと思うんだけど、一応少しだけ。こっちだと焼き色が美味しそうにつきますね。さっきつかなかったんだけどな。で、下もツルツルだしね。美味しそう。はい、焼けました。ほら、焼けたし、この中綺麗。では岩塩と おネギを乗せて、おいしそう。それではいただきます。あちちちち。いや、とても美味しいですね。味はね、そんなに別に特別変わったりはしないですけども。こう何回も焼いてたら焦げついてくるのかなって、あの普通の方だとね。こっちはこんな綺麗ですから、試しに拭いてみます。今さーっと拭いただけでこんなに綺麗になりました。これでもう次の料理に行けるのでね、これはいいなと思いましたね。洗い物も簡単に、だからこれだけ持ってればいろんな料理焼いた後に、なんか最後汁物あったかいの飲みたいなって時も調理可能だし、もう一個の方、こっちの方だとね、こういう風に焦げついてしまうので、全然違うかなって思います。うん、あとやっぱりこれはいっぱい油も使わないといけないしさ、料理の見栄えも目玉焼きを見たように全然違うので、おっと、これからはね、ご飯はこっちで炊いて、でこっちで料理したりもできるなと思いました。うん、全然こっちがね悪いとかじゃなくて、これの弱点をこれは補ってくれたんだなっていう感じ、いいとこだけプラスされたんだなって感じです。でもしこっちにねデメリットがあるとしたら、やっぱりねこの加工が誰でもできるわけじゃないし、そこら辺の会社でできるわけじゃないから、やっぱりねちょっとお値段が張るっていうのだけが欠点なのかなと思いました。でも一生使うと思うんだったら別にいい買い物なんじゃないかなって思います。これがあの幕開けさんの方でできるの買えるので、よかったら概要欄の方からチェックしていただきたいですね。うん、でアクセサリーがこれとこれですね。このかっこいい入れ物があるのでね、気になる方はチェックしてください。というかかっこいいから、みんなメスティンって同じの持ってるからここでねちょっとおしゃれに差がつきます。この入れ物とかもいいですよね。何色かあるので見てみてください。ありがとうございます。じゃあこれからねゆっくり食べたいと思います。は
はい、餃子チャーハンたくあんです。できました。